で、まあ、我々もね、まあ、話はまあ YouTube がどういうふうに影響してるのかっていう話にシフトしていくわけですけど、うちは、まあ、YouTube はやっぱりまあ圧倒的に始めてよかったんですよ。もともとはその飲食なんか食べログとかホットペッパーにお金かけるのもいいけど、もうちょっと面白い方法ないかなって思って始めたんです。なんかなんとなく宣伝になればいいかなみたいな、あとなんか今のなんか自分を残しておくっていうのも面白いなと思うし、まあ東京で大西と室崎、まあ、楽しくやってますよみたいなのが仲間たちね、我々の仲間たちに送る YouTube ですよね。だから正直ちょっとおふざけというか、そうだよ、まさか伸びるって思ってなかったいや思ったよ、最初チャーハン作って動画編集したときに、あ、意外と面白いねって言って、ね、うん、面白いね、ワンチャン伸びるかもねぐらいのね、これお客さん来たらめっちゃいいねって言ってたの。で、それでまあ初めて1年数ヶ月、今7万人、いや、7万人達成しましたね。あ、達成した。で、それで、いや、まあ、結構月もだって100人とか来ますもん、お客さん。でも西調布ですよ、まあ、東京、まあ、東京だからかもしれない、でも西調布にわざわざ YouTube 見て、それきっかけでいろんな人がいる、もうめっちゃファンみたいな人もいれば、あ、なんか昨日見て気になったから来ましたぐらいの人もなんか様々、最近は。なるほど、はい、でも昨日見て気になって来ましたら一番なんかこううちの本来のYouTube 目的としては、それが目的だよね。ファンなんかできる予定じゃなかったそうできるなんて思ってない今でも思ってない、このピザここで食べるなら食べに行ってみようかなっていう一つになればいいなっていうところがスタートだし、ね、でやってったから、まず週うちは集客効果はもうすごくある、まあ、でも月だいたい500人ぐらいうちお客さん来るんですよ。で、まあ、そのうちはやっぱり 100YouTube っていう、いや、かなりの上ですね。かなりですよ。だって100だけで、まあ、経営は成り立たないけどさすがにまあ重要、いや、かなり、あと YouTube で来たお客さん客単価が高いです。あ、明らかに色々食べたい、色々飲みたい、そう、まあ、いや、ペペロチーノとチャーハンと麻婆豆腐とアヒージョとカルボナーラみたいなからめっちゃあの重いけど作業がで、いや、ピクルスとザーサイとエゾシカ肉のローストとかに頼んでくれたら、あのちょっとお話しながらできるんだけど重いまあ俺がやっちゃってるからしょうがないけどその味を確かめに来るからあ、もうちょっとお客さん来てくれたらなんとかなるのになっていうポイントの YouTube は、そう、かなりやばい、それはあるありますね。はい、しうちはだから早めの時間はその YouTube 見たお客さんが来て、で10時11時からはその地元の常連さんたちみたいないい感じにできてますね。もう予想もしてなかった感じだけど、まあ、そういう感じでいい感じになってる。ああ、なるほど。とこですね。あとは、まあ、そうですね。あとなんか他の飲食店の人たちと話すときに。ちょっと結構話すネタになりますね。あ、いや、実は動画やっててって言ったら面白いね、まあほとんどの人はやっぱ面白いねって言うし、うわ、すごいですね、それめちゃくちゃすごくないですか、マジ、いや、それは本当すごいし誰も目つけてない、尊敬しますよぐらい言ってくれる人もいますね。面白いと思いますね。今やってる人多分ほとんどいないですよね。思いますね。飲食店、料理系の YouTuber さんはたくさんいるけど、飲食店をやってて YouTuber をやってるみたいな人は、まあ、あんまりいないですね。ロッピアさんとかも結構お客さんは来ますか。まあ絶対数はそんなにあれですけど、はい、でもやっぱり、まあ、その YouTube を出してなければ来なかったであろうお客さんも、なんかね、あの先月、いや、今月か、今月毎年来てくれる、はい、九州から来てくださる方がいて、はいはいはい、その方も九州な、長野って九州って、まあ、結構離れてすごいしね、まあ、ほぼ会わなかった人だったと思うんですけど、まあ、そうですよね、来月もその方また来てくれるって言ってたんで、なんかそういうね、その絶対数は少ないかもしれないけど、その結構密な方がある人は、確かにうちも、初めて普通にやってたら来ないんだね。そうですよね、そうだよ、こんな、いや、うち場所
まあ、東京でお店やってるんですけど、結構微妙な場所でやってるんですよ。立地、その飲食店の立地的に考えたら結構厳しい立地なんですよね、一般的には。ここでやるのってよく言われますよね、はい、そう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 、そんな YouTube も頑張ってるのに、うん、なんでわざわざ日商品のお店に出しちゃったんですかぐらい、そう、順番が逆だからねそう、 YouTube のお店を日商品に出そうじゃないかそう、 今やるんなら六本木あたりに出すシニア池袋六本木渋谷とかだったらもう、渋谷とかだったらそれこそ YouTube のお店でなんとなってるかもしれないよね。まあね、家賃高いけどな、その今の売り上げではそこでは成り立たないから。いや、そうそうそう。単価、単価、単価、単価上げる、単価上げる。うち安いもんだって。そうだね。そうなんですよね。もう、なぜかっていうと、その目線がその地元のお客さん狙いだからですね。その、ちょっと安くして、毎日来てほしいんですよ、僕は。だし、飲む。だから、その意味でバーにしたっていうのが。でもなんか、そのシェフの考え方と、このお店のね、作りがこうマッチしてますよね、はい、そうですね、どの角度からでもシェフの顔を見れて、そうですね、こう気軽に会話ができて、だからそう12月にそうバーにリニューアルするときはやっぱりすごい一生懸命考えましたね。うん、何がいいのかっていう、席数がどんぐらいでどういう作りがいいのかっていう、こっちのねサイドカウンターとかサブカウンターも大阪ですし、っていうのも半年やんなきゃ分かんなかったんですよ。まあ確かにそうです、はい、最初はだから半年ランチ営業もされてたんですね。無難な感じで、だからまあイタリアン中心のランチも夜もやってる、まあ、お子様連れても家族でも一人でも来れるお店ですみたいな、無難な感じで、うん、うちはその頃は YouTube も YouTube も全然やる気もないし、ただそれこそビデオレターでしたね。ちょうどお店のリニューアルの時期にそうだ、ね、ありがたく YouTube が伸びてきて、うん、両方こう波に乗ったんで、なんかリニューアルオープンセールの時もさ、随分来たよね。すごい来たね。すごい来ましたね。あれすごかったね。すごかった。ちょうどよかったんだよね。タイミングが。うち14席で、まあ、週末よっぽど忙しいなっつって、まあ、2回転なんですよ。25人から30人ぐらい。で、オープンの3日間は50人ずつぐらい来たのね。街がすごかったっすね。街がすごかった。まあ、ピラクガリとかもしたしね。へぇ、タイミング良かったですよね、あの頃もね。去年の12月ぐらいのタイミングっていうのがすごくいい時期だった、うん、そうですね。あとはロピアさんのところは YouTube 見て働きたいっていう人が来たって、はい、あ、そうですね、これすごいですよ、すごいね。いや、うちもいるんですよ。そう、アルバイトして、うん、アルバイトしたいですって言ってきた人はいる、うん、まあ、それも非常にありがたい。だって本当にね、タウンワークに載せるのって結構お金かかる、うん、今回やったけど、まあ、今回やってね、たくさん問い合わせ来て、そう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 、いい人も見つかったから、タウンワークよかったなってなったけど、うん、うちもいるけど、やっぱりその就職するほどの人は今のところいないっす、うん、まあ、いや、問い合わせは、ね、あったな、問い合わせあったね。あった、いや、っていうかもう就職する前提でみたいな、ああ就職させてくれますよね、ぐらいの感じの問い合わせ来たそう、あのしてすいません募集してませんって返したんだけど、行ったのは県なんですけどみたいな、行ったのは県ってなるまあ、でも学生なりに多分頑張ってね、提案をしたんですよ、うん、修行したいです、弟子入りしたいですって人はいるけど、うん、ロビンさんのとこは本当に弟子入りされてきたんですよ。いや、でもまあ本当ね、うん、タイミングとかまあいろいろあったんでしょうけど、すごい、まあ本当そうですね。なんかね、さっきちょっとシェフにはお話ししたんですけど、あの最初調理学校卒業した子だったんで、あのお断りしたんですよね。うちも今ちょっと社員取ってないんで申し訳ないんだけどっていう、で先生から伝わったと思うんですけど、本人から直接連絡が来て、まあ、アルバイトでもいいからちょっと働かしてもらえませんかっていう形で、いやでもうち本当土日しか今入れないよっていう話をして断ったんですけど、それでもまた電話来て、うん、どうしてもいいからっていう形で、すごいわ。絶対ロキアさんと仕事がしたかったんだよね。そうだね。いや、でも熱意ですよね。やる気ありありありめでるちだよ。ちょっと逆成分少ないなって思って。やっぱ、うん、ここ使うかどうかあれですけど、結構やる気ありますか。すごい。いや、もうね、もうやる気はやっぱありますよね。うん、それでだからもう地元離れて、そうです、結構どこから来たんですかね。岩手の方から来たんで、ね、すごいですよね。だから全然ね、あの友達もいなければ親族もいなければっていう中で、
まあ、本当に普段はね、あの平日は違うところでバイトしてるんで、だってロゲンさんのところで週末バイトするために長野に出て平日的に食事のお仕事して生活費稼いで土日ロケさんと一緒に仕事して、まあ、ゆっくりくなんとか社員になれたらいいなっていう気持ち、いや、ほんいやすごいことです、いや、熱いですよねいや、俺だったら受け止めきれない俺そういうんじゃないからって言っちゃうなんか抱えきれないよね受け止められないかもしれないそうだね、ピストル D ダッシュさんとかに紹介するの飲食店スペインバルとか団長さんとかちょっとあるよ、ね、こういうめちゃくちゃやる気ある子いるんですけど僕そういうんじゃないでなんか俺も YouTube の編集したくてって言って、例えばなんか、うん、編集がっつってうち俺に来てもいやちょっとそこまで俺そんな人間じゃないからごめんってもっと幸せになれるの来てくれって言っちゃうよね。いやすごい素晴らしいことだよね。いやロケさんも素晴らしいし、いやその子も素晴らしいよね。若いですもんね。いやでもね、うん、まだあの卒業、そうですね、まだ、ね、それも YouTube やってなかったらまあない出会いですよね。まあ、そうですよね。だし、まあ、YouTube なりね、ロピアさんはニコニコでも有名だけど、お金かからないですよね。あ、そうですね。はい、確かにそれ大きいですよね。食べログとかホットペッパーやってます？ホットペッパーは今やってます。食べログはやってないです。いくらくらいかけたんですか？広告費ですか？はい、4万ぐらいですか？あ、結構4万ですか？そう、いや、そうだよ、そういうもんなんさ、うん、結構、いや、でもホットペッパーが重要な地域とか、うん、客層っていうのは必ずある、うん、やっぱり宴会とか入んないしね、あの、うん、普通にあれしてたら宴会やって普通に営業してたらやっぱりでかいですよね、うん、そうなんですよね、アルコール出るし、うん、ロペさん、もともとパソコンとか得意？ま、でも好きでしょ、ね、まあ使える感じで、まあ、ゲームやったりとかする、ね、うん、いや自分で売られてるからやっぱり、うん、まあそうですね、すごい、いや本当にそれこそ経費は自分の作業の持ってるものでできればゼロ、うん、労力、そう、そう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 、で、うん、ワンチャン広告収入すらある、いやそうなんですよね、うん、すごい、いやそれこそまあ一番登録となると、まあ、ちょろっともらえるわけじゃないですか、うん、我々もそうだったしね、そう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 、我々はもう最初経費先行で YouTube まあ僕が YouTube をするために東京出てきたわけではないんですけど、でもなんかね、やっぱ最初は YouTube しかしてない時期っていうのがあって、でも稼げてない時期、そうそうそう、ただ僕潰した、僕潰してたいやマジで本当の僕潰してた時期が半年ぐらいあってマジで俺、僕に収入はあるけど会社に収入はないっていう状況です、うん、売り上げも立たない、広告収入も取れない、うん、でも、ね、まあ、伸びてくれて、まあ、なんだかんだ一人なんとかね、人件費なんとかないぐらい、でもだからこれが僕の分がなくて哲也さんがやってたとしたら、うん、結構個人事業としてはいやまあそうですね、ウハウハですね、うん、そう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 、まあ店で出るね、あの収益、うん、プラスベータぐらいあるよね、うん、あれはどこだ、あれはどこだ、しかも料理の動画は特にこう置いておいてもそう伸びるっていう特殊な不労所得に近いとか、そうですね、ストックビジネスに近いですね、うん、だから頑張ってね100本ぐらいなんとか釣ってさ、いやそうだね、自分の料理アピールした上でお店やるっていうのもまあ面白い、まあ、だし伸びなかったからってその、うん、なんてマイナスがないんですよね、うんうん、別に恥ずかしいものではないし、ね、そう自分の思い出作りにもいいかもしれないし、いやそうそもそも楽しいですよね、あ楽しい、そう、そもそもね YouTube いいよ、そう楽しい、あの時間圧迫されて疲れることはもちろんあるけど、うん、変なコメントでストレスだったりする、そうそうだっていやそれもさ嫌からやめりゃいいんだもん、まあ、そう、正直コメントでストレスかかったら消せばいいし、そうコメントつけなきゃいい、ね、あと評価ばっかりつくなって思ったら評価できない動画にしちゃいい、そうだね、確かに確かに、そしたらなんか一人でボートル回してカメラ回してる動画がすごくいいですって言ってくれたりする人ができたり、そうねえいいよね、うん、まあやってよかったですよね、いやでもこれから増えるかもしれないですよね、いや増えると思いますよこれも、うん、だってやっぱりやりやすいもんね、うん、どんな広告ツールよりお金がかからないっていうか、うんうん、で見てたら広告コロ見るじゃん、広告コロチャンネル YouTube 見て、ああこの人お店やってんだって思って見たらこんな話してるじゃん、うん、
増えるよね。増えますね。でもなんかいるよ。最近ツイッターフォローしてくれる人で、うん、なんか松本人志と、うん、あの なんだっけ昔のラクテルの三木谷さん、三木谷さん、三木谷さんと、あと捕まったかとか想定外の人、ああ想定の範囲内の堀江門と大西こころ俺っていうセンスあるね。でその人が今日から写真で料理あげてきますって、ちっちゃいおろすあおおって、いやうちの人じゃん、すごいよね。ねきっとロケラさんも視聴者さんでも結構いらっしゃるじゃないですか。写真撮ってツイッター上げたり、あでも動画出したり、そうですよね。あロビアでエゴサーチとかします？あんまりねなんかあの見ないようにします。ああなるほど、逆に。我々めっちゃ見ますよ。それは僕は毎日のようにコココロで検索して。純粋に「ココロ」っていうチャンネルいいなって書いてる人はファボつけるんですけど、ファボもらえ、僕らがエゴサーチしてるのを知ってファボもらいに来てるのにはつけないです。たまにいるでしょ。いる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 、なんかね、分かりますよね。分かる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 、太陽、ハルアンちゃんは太陽、料理系 YouTuber 界の太陽、太陽。どうすか、りょうきょうさんはこれから YouTube、はい、動画的にはどこら辺がこう目標というか、どんなとこまで行こうかなっていう。あ僕の目標はもうあれですよ、やっぱりその、まあ、自分でやっぱり今お店やってるじゃないですか、うん、で、あのさて、ね、岩手から来てくれたりとか、やっぱそういう子たちにをこう社員にあげたいとか、うちで働きたいってこうにこうステージ用意してあげたいじゃないですか。あそうですね、自分らの仕事じゃないですか、うんうん、だから動画ももちろんもうキュン伸ばして、あの要は動画制作事業部みたいにできるとか、はいはい、目標は持ってますよ、うん、あ目標は、ね、そしたらまあその子に、まあ、店、ね、週何日かやってもらうでも面白いかもしれないですね。野村さんが動画の方に回るっていう可能性だってできますよね、うん、そうですよね、やり方ね、そうそう、そんなこと YouTube やってなきゃ絶対考えられないですよね。そうです、そうです、そうです、細々と店をやっていくことだけを考えることになっちゃいます。野村さんって飲食やられてるのに事業部に動画の話されるところあるんですか。どうですか、なんかエンタメですか。プロダクションやったんですか。いやでもそれでもいいかもしれない。もうこれからはもう何やって言わなくてもいいと思う。いやでもね、本当あの僕のシェフと本当考え方似てるなと思ったのが、はい、まあ、動画もそうですし、はい、まあ、僕はあのお客さんにこう楽しんでもらう、まあうん、っていうのは変わらないし、でそれが料理だったりとか、うん、まあ、僕マジックもちょっとやったりするんですけど、そういうマジックだったりとか、それはでもあの楽しんでもらうための方法じゃないですか。そうですね、これもそうですけど、はい、ね、YouTube も、うん、だからいやそれこそ何やじゃなくても、うん、我々だってね楽しませるのが職業なんですよ。クッキングエンターテイナー、エンターテイナー、エンターテイナー。だから、ね、ライバルは、ね、全然飲食店の人たちでもなければ YouTuber でもない、うん、世の中の楽しいもの全部大道芸人とかの方が近い、はい、そうだね、はい、ミュージシャンとかね。いやなるほど、はい、でもロビオさんも要するにうちみたいな形に全然なり得る。いやそうですね、僕が潰せてたのはうちが飲食の上に事業体があるからで、うんうん、いやいやそうですね、でも全然ね、これから全然ないじゃないですか。いや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 、バイトぐらい使ってやっても6屋さんぐらいの動画だったらね、うん、もったいないですよ、やっぱり。でも動画はね、やっぱ出していかないとね。まあ、でもやっぱり結局あの地道に出していくっていうね、それ大事ですよね。そうですね、まあ地味な作業が重要です。そうそうそう、あ、外注もやってますねね、ホットペッパーに4番のココロにあるんですね。でもそれこそ他の飲食の方もそうだよね、自慢でできない人も誰かにやってもらってもいいし、うんうんうん、友達いるよ、あ誰が、ね、YouTube で動画触れるぐらいやってるよ、うん、普通にパソコン使えば練習でいいんだもん。本当は練習でできるけどね、そうそうそう、時間にそこまでの余裕がないからやらないだけで、うん、そう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 、だんだんできる作業だし、だからいや面白いなって思います。いや、だし、そういう風にやってる人とこうやって話をすることっていうかめちゃめちゃ珍しいから、今回の動画はまああまり
の伸びないかもしれないけど、これはね、うん、いやでもいい、俺らはすごくいいよね。だし、いや、我々が話してる時点で我々の得になってるから、まあ、そう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 、すごいですよ。いや、めちゃめちゃレアケースですよ。 YouTube で満登録いってて、うん、飲食店もやってるっていう人は、いや、そうだね。いや、よくいないかもしれないね。ここからはこれからどこら辺まで頑張りたい。まあうちはでも10万登録なんで、まあそうだね、まあ YouTube はじゃあ10万登録で金の盾もらって、まあ金の盾でフライパン作ってそれでペペロンチーノ作るんでメッキだからメッキですかっていう動画を作って炎上して終わるっていうでも西川ロピアさんのお店に働かせてくださいっていうところでまあまあでもね、なんかいいですよね、これから定期的にまた、ね、ロピアさんと本当に本当に、いや、ロピア最近どうすか、他の人たちでもさ、ロピアサンデーとかあったら面白いんだよ、ここがさ、ああ来てもらってね、そうそう、ロピアさんにお店やってもらって、ロピアさんの、おお、すごいいいんじゃないですか。そう、いや、それはありがたいですね。うん、いや他の、いや、僕はそういう風にやっていきたいですよ、ここが。いろいろな人がやりたいですよ。どういう風にしたいかの一つだわ、それ。他の人に心を使って欲しいなって思う。いや、だからハルアンちゃんとかでもいいし、俺カニアンさんとかさ、そうだそうだそうだ、ね、そのうちでやってほしい。一日と曲がり営業とか、なんか全然あり。イベントスペース的な感じでも全然。だから、いや、今週ココロマジシャンの人来るらしいよ。いや、そうで、まあやってもいいしさ。だからそういろいろね、いろいろやりたいですよね。で、まあロピアさんが、まあ、例えば月1回とかね、2回とか来て。やってくれるんだったら、あの慣れてきたらもうそこはロピアさんに任せて俺はダイビングに行きます。あとあれですね、今度は僕らがあの長野のお店の方に伺って一、ね、回ね、はい、いやもうぜひ、うん、ね、はい、行って、まあ、キャンプこのここからもう10月っすよ。もうこれ入るよ。大丈夫？長野っていう気しますよね。キャンプダメじゃん。キャンプしたり温泉入ったり。あ、温泉、うん、温泉ありますね。ね、あのセカンドももうそろそろ収益化が取れますんで、うん、あ、そうだね、長野もあ、そっちもいいかもしれない。ロピアさんに会うたび、そう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 、プラスもするかもしれない、はい、お待ちしております。ガッツリガッツリフローリアさん宣伝してそうだそうだそうだ、はい、いや、ということで、いや、今回、いや、本当にペペロンチーノ、ペペロンチーノ冷めてもうまいですね。あ、美味しいペペロンチーノの作る動画もすごい良かったし、対談もすごい良かったと、本当に楽しかったです、思います ね。いや、ぜひ、やっぱりね、女の子だけじゃなくて、やっぱりこう男性とコラボも大事だね。僕の仕事仲間そう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 俺はこれで非常にいいですね。視聴者の皆さんもきっと、はい、ガチ勢の皆さんは喜んでくれると思います。はい、皆さんぜひグッド評価、チャンネル登録、シェフロピアさんよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは皆さん、せーの、したっけ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で、ね。